どうもこんばんは、生配信ね。こんばんは、はい、今日は超大盛り焼きそばマシマシキャベツペヤングを食べてみたいと思います。思いますじゃないの。ドドン、いやドドンなんか音入れんし、生配信やから。あのよくあのね、あのスタッフがあのよく YouTuber が挑戦しそうなやつみたいなね感じで、こんなんあんねんね今ペヤングの。 YouTuber 風に読まな、読まなかの、うん、ペヤングのですね、超大盛り焼きそばマシマシキャベツドドンこちらのですね、今からお湯を入れてですね、3分でいけるんだ、こんな大きいのに3分、こちら、この絵はですね、こうイメージって分かってるっつうのと言いながら、それでは早速食べてみたいと思います。いや、思いますじゃないのこんな俺らが食べてるとこ見たってだいぶ面白くないでしょね。本当にまさかの、2回目。おじいちゃんとかがね、80歳ぐらいの人が食べたら面白いな、うん、面白いな、面白いな、うん、面白いな。若いやつがモリモリ食ったって別におもろないから、ね、普通やからね。普通や食べたことありますか、ちなみに。ないです。これは超盛り焼きそば。ない。ペヤングはあるでしょ。あ、ペヤングはもちろん、もうペヤングは美味しいですよ。どういう食べ方でしょう。僕は半分食べて、うん、半分食べ終わったところでご飯を入れるっていう食べ方してましたね、うん、あ、なるほど、あとはもうスープ、わかめスープ。わかめスープね、はい。僕はもういきなりご飯も一緒に入れますね。あ、いきなり上からもわいって。ああ、なるほど、うん、でそ の, やあの焼きそばのソースの匂い嗅ぎながら最初上のご飯をこう食べて、食べてでちょっと待って、あのここにご飯入れるとかっていうのがもう今の時代ないと思うよ、そんな食べ方してんの。そう、いやほんまにすごい美味しいんやね。いや美味しい、分かってるよ。ものすごい惹かれたもん、この間俺家で焼きそば食べてて、あ、ご飯あったな思って、ご飯ボーン入れたらって言った家族がこんな顔してた。あ、そんな食べ方せえへんの、残飯食うんかいみたいな。あ、分けんのか。分け、そりゃまあまあ分けるわな、普通あんまご飯食べへんもんな、麺類やから。あ、そうか、せ大阪の人だけか。大阪の人だけですよ、その炭水化物ね大好きでっていうようなことで、2回目ですね、はい、まあまた1時間ぐらい予定でちょっとやってみたいと思います。広いな、ここ狭い方がいいな。せやねん、この間狭いとかで、ここ落ち着かへんな、広いと。ここ2年1組でね、まあ、分かれへんと思いますけど結構広いね、あの、まあ、言うたら打ち合わせルームというか。狭いとこでちょこちょこ喋ってる方が似合ってるもんね。似合ってる。で、やっぱほら無駄に声張ってるもん今。あ、ほんまや。でやろ、なんか知らんけど、別にお客さんがおるわけでもないのにね、うん、なんか知らんけど声張っとるな。なんかこんなまあ詰めんでええねんって、別に。え、これあの職業病や、 YouTube やるとき、 YouTube やるときに別にほんなら沈黙もあっていいっていうこと。沈黙もあっていいねんて、ええねんてっていう、こうんってこうもうやろうっていう目になってるから、それもあいらんねんて、別にやろうっていう、あ、そうなんや、っていうこんないらんねんて、もうこんなこれぐらいで、あ、そうなんや、うん、ぼーっとしててもええねん、ほんとしててもええねん、別にだけど埋めてしまうやん、怖いから。そら、まあ、いやそら埋めるよ、そら。いや、そこはそこがやっぱ YouTuber と違うやんなまあまあ、それはやっぱり俺は一応プロやからな、プロ一応プロっていう、そんな思ったことないけどな俺。いや、それはプロと思ってないもん。いや、え、なんでこうやって喋ってあれやで、ね、ほんまにプロやったらここおらんやろ多分まあやらんか、冷静に思ってしまうんだよね。なるほどな、うん、まあ、でももうみんなやるんちゃうかな、 YouTube もね。まあそりゃそうでしょ、そりゃ、もういっぱいやってますもんね今。いっぱいやってる。だから今最近っていうか、ここ2、3日多いのがやっぱあれやね、あの電車 の, あの全国のダイヤ改正があるから、あの鉄道 YouTuber がもう全国飛び回って、あ、増えたらあかんな。せやね、それやるやつやっぱ多いのよ。そうやな、増えたらあかんわな、うん、せやね。うん、行ってきたよ俺、あの高輪ゲートウェイ。あ、いっぱいあのニュースで写真撮ってたやん。撮ってた、その中の一人俺を映ってたんちゃう。いやいや、映ってはないねんけど、行ってきたよカメラ。いっぱい来てたし、うん、あれ切符かなんか入場券買うのに、なん俺が行った時は1時間ちょい待ちぐらいか。そうか、日付がついてるからみんな記念として。そう、記念としてね、欲しいねや、欲しいね。こう行ってきたよ俺、遠いな、うん、昨日、あ、まあええか、昨日行ってきたよこれ、高輪ゲートウェイ。ほら、見たほら、高輪ゲートウェイ、ほら、駅もこんな、こういう駅の時代って。おー、これ賛否両論あるらしいけど、こういう書き方というか、こういう時代でええんかみたいな。今度原宿も行くんやな、みんな綺麗になるから。そう、綺麗になる。あれ見てきたよ、工事のとこちょっと。あ、原宿昨日。これほんで今ほら自動改札機もほらこう横で IC のほら、あ、これやりやすいで、
あ、こうやらんで、こうやる。そうそうそう。ほな、この辺に入れといたらええんちゃう。ここここ。パスモとか。あ、腰に。腰につけといたらもう、ほな、ピーって反応しようんちゃう。これ。なんていうの。うん。それ以外は反応せんわな。それは反応せんへんよ、そんな。クレジットカードでは反応せんよ、それは。ね？は？いや、はって言われても、こっちが聞いてんのにな。めっちゃくちゃ人多かった、とりあえず。昨日、雪降ってたやんか。降ってたな。うん。んで、こう、こういうね、なんかこう、まあ、ちょこういう。あ、ちゃんとごしゃ。これようあるな、これ。あるある。電話かかってきたらするか。そう。見よう思てる。あったつわ。こうやってね、まあだから、あ、もうまず親指が入んねやろ、入んねん、うん、高輪ゲートウェイ。いや、この駅はほんまにめっちゃくちゃ綺麗かったね。やっぱこう、時代が変わるんやろな、みたいな感じやわ、うん、ガチャガチャして、あの新橋の駅みたいに。ああ、なるほどな、うん。ほら、京浜東北線が入ってる。あ、あんな女の人もいるもんな。いるよ、うん、あ、そうか、行き先の、うん、新しい宝は出てるからやっぱ見るんか。みんな、みんな、それを。で、今気づいた人おると思うけど、こう、なんちゅうかな、うん、こうサンライズがこう映り込んでるとかね、まあ、ある見た人は分かると思うけど。寝台列車？寝台列車。あの鉄道好きの人に送ったらすぐ分かった。サンライズ、いつもサンライズが映ってましたねって。あのホリプロのあの南だ。ああ、やっぱいうのはよう見とるな。ああいうとこ、これ分かる？どこの車両か。これどこの車両かって言われても。知らん。相鉄。相鉄って何？相模鉄道。相模、うん、相模鉄、神奈川の方から。そう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 。で JR にあの直通運転してるから。これがたまたま新宿に止まってたから、俺乗ったことないからピャッて飛び移って。たまたま止まってるとこあんの？いや、たまたまっていうか俺が調べてへんからやねんけど、別にたまたまではないんやけど、うん、うん、そうそうそう。まあこういうのね、昨日ちょっと見てきたよー言ってーよーって言わんでもええから。そうかいな、という感じですわ。そういうのね、はいはい、まあ、前回もやったからね、うん、質問が結構。あ、これツイッター上で質問が来てると。中脇さんのネタに出てくるキャラクターは大抵西村という名前ですが、うんうん、モデルはいるんですか、うん、いや、これはいないね。西村さんとかね。あ、そうそう。なんやろ、ね、西村君とか言うもんね、うん、なんやな、言いやすい、響きちゃう。あ、西村響きやな。どっちが言い出したかも覚えてないな、うん、覚えてないね。とにかく、まあ、西村は何のモデルも誰もいない。漫才サミットに行く地域はどうやって決めてるんですか、うんうん、あ、これはあれですよね、あの各事務所ですもんね。各事務所、マセキ、グレープカンパニーで我々吉本だから、3組があまり行ったことないとこ行ってみようって探すんですけどね、うん、そうそう、みんなでね、一応ね、うん、で食べ物どんなんがあるかとか。そう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 、ね、打ち上げが楽しみやから、うん、そう、うん、1分間だけでいいので6年目の若手芸人スペースシャトルになってトークしてもらえませんか。全然思んないけどな、これスペースシャトルになったらな。はい、どうもよろしくお願いします。それこそ名前何でしたっけ。何言ったかな、言うたんびにちゃうね名前。俺達也とかやったな。達也と優也です。優也か。どうもスペースシャトルです。どうも達也です。優也です。いや、ほんまね、僕らもね、ほんまこんな YouTube でね生配信できるなんか思ってんかったからな。俺は思ってたけど。思ってたんかい。こういう感じですね。全然思わないでしょ。全然思わない。普通の話しますから。普通の話を大きい声でするからね、ほんまに、うん。好きなおでんの具は何ですか。好きなおでんの具は厚揚げです。厚揚げか。うん、僕大根やね。あ、大根、うん。大根も捨てがる。嫌いなんわ。なんでこんなん入ってんねんみたいな。ちくわぶ。せやな、大阪の人間ってあの。ちくわぶってあの白いやつやな。そうそうそうそ う, そう。うわーって。うん、どう言ったんやから、なんか。ほんまにちくわとふの間みたいなやつ、白い真っ白なやつ。真っ白か、うん、あれ、まあ、関西人あんまり馴染みないもんな、ちくわぶ、うん、消しカスくんみたいなやつ。消しカスちゃうわ、あれ何やったっけ、ね、激落ちくん、激落ちくん。それずっと言ってるやろ。もうちくわぶ見るたんびにもう激落ちくんみたいな、激落ちくんをダシにつけて食ってんのかいう話で。寝相はいいですかって二人は。寝相はもうね、おっさんだったらあんまり寝てへんのやろな。寝るまでにね3時間ぐらいかかんね。かかる。
横向いたり、うつ伏せになってみたり、そう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 、上見たり、うん、足か上げてみたりとかね、そうそうそう、枕外してみたり、ね、そうそう、でその枕を挟んでみたり、挟んでみたり、いろいろやんねんけど、だから寝相なんかも悪くないよな、もうだから寝てへんねん、もうほとんど、寝てへん寝てへん、うん、なんかずっともうこんな状態も。そうね、ああ寝られへんな若い時みたいに。そう、もう寝られへん若い時っていうか、そら中学高校の時はもう逆向いてたりしたもんな、朝起きたら。そう、気づいたらね、気づいたらね、うん、もうね、それだけ寝相悪くて元気やったけど、机の下入ってたりしたもんね、頭が。まあうち特に狭いからね、狭かったからな、勉強机の下にね、そうですよ、ね、勉強机もな、うん、あ、勉強机まだあるな、実家に。あるよ、まだあれ、なんか最新やってやろ、あの頃引くやつか。あの、そうそう、こういうあの机がこう上にグワッてこう収納できるみたいな、はいはい、そんなやつな、まだあんの流行ってんな、当時な、最新の買ってくれたよな、の買って、あれ一つも勉強せんかった、ほんまあれな、ガーッて引くやつな、ほんと写真撮ってこうか、ほんなもしこれまたやるときに、実家のな、実家の部屋、俺の部屋だけエルピス・プレスリーのポスター貼ってるもんな。うまいやろ、あったあれ。部屋一緒やったからね、なんちゅうても。ええー、うん、いや、ほっこりっぽかった、この間行ったけど。寒いよね、寒い、もう白い息出てたもんな、まあ、外の方があったかいもん、YouTube のアカウント、うん、アカウントって何、アカウントを作ったきっかけは何ですかって言った。これだってあれでしょ、チャンネル、ほら、あれ若いマネージャーの提案ですもんね。そうやね、うん、やっぱりね、やりなさいっつって、やらない、しょうがないよね、しょうがないよね。YouTube をどう思ってますか、うん、どう思ってんのね、結局は。いや、だから結局お世話になってる部分多いやな。多いやな、言われて。落ち着かんな、広いから。まあ、せやね、狭い方がええな、もうほんまに。あれ、大塚家具ってあの YouTube 用の部屋提供する言ったな、なんかニュースでやったな。誰に？いや、だからその YouTube やる人に、なんかすっごいソファーって。へえ、うん、いよいよや、大塚家具もな。タバコ吸えんの？無理に決まってやる。それはあかんのか。あかんよ、最後買い取らなあかんとか、そんなんちゃうのか。それない、それ汚したらそれ知らんで、ね、ソファー置いてるやろね、多分。こちら商品なんでとか言うて渡されたりせえへんよね。いや、それ大丈夫や、ね、あ、もうそんななってんの？なってんねんって、今もだから、それぐらいも言うたらもうね、その YouTube っていうのはもう認知されてるわな、うんうん、どう思ってんの、ほんで YouTube。いや、まだちょっと抵抗あるけどな。どういう抵抗とは、例えば、うん、どういう、いや、なんかいろいろやらなあかんかなってすぐ思ってまうやん。うん、あ、はいはいはい、こうやってただだらだら、これな、絶対1回目の方がええねん、多分。2回目ちょっと緊張してんねん、これ。え、1回目緊張せえへんの？せえへん、せえへんかったよ。今緊張してんの？2回目ちょっとほら、ほら、もうちょっとこうした方がとか考えてしまうやん。はい、それ考えようとこか、ほんなら。どうしてもそれは職業から考えてまうから、うんうんうん、普通の素人の YouTuber なんかそんなこと考えてんからええんちゃう。何喋ってたかも覚えてへんもんな。何覚えてへ ん、 そんな。まあ実家に電話したりとかしたとか、そんなんやな。そやな、あの、お前がトイレ行って、あ、音な、おしっこの音が流れてたり。大問題やって、あれ。中川家のファンは何人ぐらいいると思いますか？何人ぐらい？おらんやろうな。0.1% ぐらいちゃうかな。 0.1% 誰がファンやねんちゅう話。 0.1% としても、まあ何人や、1万2千人見てんの。いや、人口1億2千万人としたら、なもう分からんな。 0.1 お兄ちゃん花粉症、鼻ムズムズしてるんって言うて来てますけど。いや、ストレスです。こんなんこの今のこの世間、ええ、どうなんねやろな、ほんまに。ほんまやで、なあ、各方面に影響来てるよ、いろいろ。ほんまやで、ほんまやでしか言ってへんけど。誰やねん、ほんでペヤング持って行って、ほんまやでしか言ってへん、てなあ、ほんまやで、ほんまやで。いや、世間もそうやろな、多分。これいつ終わんの、ストレスたまるで。まあみんなそうやな、外遊びに行きたくても行かれへんしな、やってへんし、でも百貨店も早閉まるし、ねえ、うん、今日だから本屋行った、本屋いっぱいやったな、やっぱ人。ああ、まあ本でも買ってみたいなとこやろね、うん、だからもう子供とかでもいっぱいやったもん、本屋。
あのツタヤとか、ツタヤとか、そうそうそう、あの DVD ね、うん、映画でも見ようとか言ってね、うん、でもそんなんじゃなくてもやっぱりこう、そう YouTube ではどう思うのって、あんま抵抗あるっていうか、まだまだあるな、なんかやらなあかんのちゃうかと思ってしまうね、あの梶作みたいに、そう、うん、企画を、あ、企画、ああ、いや正直めんどくさいな企画は。もう宮迫さんもとうとう外出ちゃったからね、えロケやってるからね、もう今、すごいね、うん、ほんまに、まあ、だから やったらやった分こうエスカレートしていかなしゃあないかな、ほんまに、うん、ではまたゲストを呼んでとかなってしまうやん、あ、まあ、考えることなくなって、うん、はいはい、そうなると、まあ、それはそれで面倒くさいしな、うん、うん、うん、そうやな、確かにな、うん、どうしようかな、どうします、ほんまに、まあまあゆっくり考えてやることはないわ、どの層、やっぱおっさんが多いんだな、俺のファンっていうのは、ワン、ツー、グレー、何なんか来てるのか、何を書いてるのか分からんと、何ライブ重なってます、メンタリスト、大悟さんと多分、待たされるので中川家さん先に見れます、どういうこと、どういうこと、どういうこと、あ、やってるの、あっちの方が見るんちゃう、そらほんまに、はい、車好きさん、鉄道のコントもやってほしいし、モノマネもやってほしいです、モノマネやってる、ある最近なんか、何やってんの、できた、何やってるやろ、これぐらいまあたっぷり置いてもいいやろ、え、全然大丈夫大丈夫、そんな焦ることはないわ、はい、今目に入ったから言うけど、この椅子嫌いやな、この椅子嫌いやろ、俺店のこの椅子嫌いやね、番組でもあれやな、後ろの列やったら、列やったらこれ嫌いやね、俺これあのこの椅子、いやこれこうやってな、こう長いことこれまた広いからやけど、もうちょっと小さいのよ、あのひな壇とかでな、こう見るときにこうちょっとこうなの、そう足つかへんからな、そう、あのそう、ほんであのこうな何分も長い V 見たりして、もうほんでこうちょっと動いたりすると、こういうあのマイクはだいたい今ポケット入れてるけど、だいたいこういう腰にあって、ほんでこうやったらゴンゴンゴンって落ちて、みんな見るねんな、みんなほんでこれさーっと隠してね、こういうのがあるからね、この椅子ね、店でも嫌やな俺これ、あ店な、うん、これ寿司屋の高さじゃんそうやろ、うほら、あ寿司屋の、あ寿司屋やなこれちょっと段低くなってるやん、こう握る方は、握る方、うん、うん、こういう感じやな、そういう感じやな、うそうやな、こう寿司屋のあれやな、これ嫌いやね、うっとうしいなこれ、うっとうしいなこれ、あのあれってインターチェンジとか言ってこれぐらいちゃって言うからこれあのサービスエリアとか言って、あの自分でも、ね、寂しいなそれ、コンビニのあのイートインでタクシーの運転手横のやってるから座ってよ椅子あんのにな、ここにカバン置いてな、でそうそう、で自分の車見とんのよ、あイートインそんなやな、イートインこんなんサービスエリアとか、サービスエリア、そうやな、これぐらいの、うん、な高さやな、はい、そうそう、だからこうやってあのモノマネは我々、うん、あの作っていくもん、作っていくね、こういうほら、うん、なんかほら何、ああいうとこなんていうやったっけ、サービスエリアでもこうみんないっぱい座ってるとこなんていうやったっけ、うん、みんないっぱい座ってるとこ、フードコート、あフードコート、フードコート椅子ないな言って3人でおって、で向こうあれ持ってくるわ、持ってきて、違う一人だけなんか一人だけなんか先人見守るみたいな一人だけこんな高いなんやあいつみたいな昔タコシゲもそんなあったな、窓側のカウンターのとこちょっと低くて、でお前も椅子持ってこっち来いやと、そんなこと、後輩が、後輩が上に立つっていう、はい、言うて懐かしいな、ほんまに、まあ、こんなやんな、そう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 、こうやりながらいつも作るもんね、作ってんねん
これが伝わるかどうかみたいなのをちょっとここにほんで変なおっさん来てとかね、そうそうそう、ここに、うん、あの知り合い通ってとか、うん、まあ、そういうふうにないやつも作っていきますけど、そうね、うん、いやないっせやな、これ嫌いやわ、高いのよう言うね、それほんまにな、ぴったり合う椅子ってないもんな、ないない、もうな長いことさ疲れねえな、座ってるだけでな、うん、ひな壇ってな長いことな、うん、うんうん、モノマネやって、モノマネ何やろ、何の感じやろかな、何やってんねんけども、これ書いてることが何かが忘れてるからな、ポムポムプリンさん、品川を出て次は高輪ゲートウェイと言った直後に間もなく高輪ゲートウェイっていうネタやってほしい、かぶるやつや、ああかぶるやつ、うん、言葉かぶるやつやろ、高輪ゲートウェイ、高輪ゲートウェイです、そうそうそう、めっちゃなんか緊張してたな昨日、あの山手線の車掌とか女の子やったけど、はあ、高輪ゲートウェイって言ってた、あ強調してた、ウェイを聞こえやすようにな、そう、高輪ゲートウェイですって言ってたわ、あ、せや俺これ、うん、何のバイトやってたか、何のバイト、僕はもう20個ぐらいやったから、うん、やった20個ぐらいやった10個ぐらい、いやいや、1個長いもんね、1個いったら1個長いね、あれ1個やってんかった、なんかチェーンの油差しに行くやつ、おやってたよ、あの立体駐車場の油だけ差しに行くバイトの、そうだからその、うん、あの系列の、うん、あの駐車場をぐるぐる回るんでしょ、そう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 、そう大阪市内で、大阪市内マンションのね、油塗りに行くの、油塗ってちょっと掃除して終わり、でまた次の場所、次の現場行って、こんなんでこうやってボタン押してブイーンと開けて、その中そーっと入っていって、ほんでずっとチェーンがこう縦にこう、ええバイトやんか、人と接線でいいから、せやねん、もう暗いとこで、いくらやったそれで、ねもうええわ、そんなないか、いやもうええわ、そこまで出てきてない、1000円、おい高いの、何年前やそれ、うん、もうそれええやろ何年前とか、それはもう20年以上前に決まってるもん、1000円は高いで、いやよかったこれ、俺ら大概800円ぐらいもんな、高くても、まあまあそうやわ、普通900円でええわ、よかったええやんっていうバイトやったもんね、1000円って言ってたもんな、そうそうそう、だから俺は前も言ったけど紀伊国屋の文具売り場でバイトして、で次そのあのチェーン、あったあった、ある荷物はいいのもやったな、あ荷物見てるやつ、荷物見てる、触ったらめっちゃ怒られる、こらお前言って、荷物ば見とったらええや言って、ほいで移動するとき助手席乗れんのかなみたいな、2台乗せやんな、今やったら大問題や、あかんもんね、うん、で2台でもその空いてないから、あのトレーラーの中やから見えへんねん、思って座るとこなあんのないよ、そんなずっと揺れる荷物をこう押さえなあかんねん、そんな、まあ、もうそれはもう1日でやめたわ、1日でやめた、もうお金も受け取らんと、もうこんなきついわ、そのままそーっと帰ったわ、そーっと、その子お金も儲てへんし、もうええやろ思って、うん、あまあいっぱいあったしな、バイト、そう当時はね、ほんであのチェーン塗るとかやったけど、まあ、それ20個ぐらいやってるの、俺も工場だの配達が多かったな工場配達、うん、あとファミレス、うんうんうん、あとはファミレスあれやな、アメリカン正義は言われてそう、あと、うん、まあ大体裏やんな、やっぱそうなるか、引っ越しもやったしな、ああ、うん、流行ったな引っ越しのバイトと、引っ越しのバイトな、もうその日だけでもうお金もらえるから、その日給やから、はいはいはい、あなかなか寝にくいよな、あれ助手席とか、あとこうペットボトルの傷確認するやつやで、ブーンって流れてきて、これが何万本も流れてくるね、一日、うん、もうそれを見てんのこうやって、うん、ずっとこうやってで気づいてるやつだったらこうポンってこう落ちにして、分かんのそんな何万本も、でもな傷あんの見つかったら捨てろって言われるけど、その前にななんかエアーみたいなのでプシュポン倒れんのよ、気づいてるやつなんで俺見なあかんねんピシュポン、だ見よう思ったらもう、いやお前な、これ7時間見たらのもう、うん、いやそうおかしくなるやつ、ずーっとこれせやけど傷見つけた思ったら拾う前にプシュッ倒れん
なんで俺なんでおんねんってなんねん。こんな椅子やこういう椅子こそれこそほんまこんなんやこうやってこうやって見てねこれ流れてくんで、ね、これプシッとかでこうずーっとこうやってプシャーンとで気づいたやつはカチッとかのカウントあれではいはいはいカチカチやるやつ、うん、でもリーンってなってでも休憩15分でまた来てカタ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 ええバイトやったねでもいやそれは楽は楽やわな体使うことないそれが夜10時から朝の5時までな11、12、1、2、3、4、5、7時間休憩15分あるけどうわ7時間ずっとこうやって見てんのいやいや大変よ夜勤の工場の人って夜勤だから俺あとパンもやったしねパン何どんなんパンは、うん、パン入れんね袋に何のパンを入れんでこうガシャンって結んでポーンさっさっさ何パン何パンとかええんかな大丈夫なのして9本入りのパンあスティックパンかスティックパンはいはい、はい、あれをだからスティックがこう3本流れてくるから、うんうん、こう流れてくるな、うん、3本取って、うんうん、で次3本取って俺サザンが9やんでもずっと3本でやればええねんや2本とかでやると6本になってまうやんあこうねリズムがあるから3、3、3ガシャン、サンサンサンガシャンやから、うん、で2、2、2でやったらもう6本になってもらうよでもう3か2か分からんなんねんそれも夜中7時間やるからなるほど夜勤もう2とか3とか分からんもう4本とか入ってしまうからでまた向こうの方でその数が間違ってたらピャーンってまたそのままもう一回やり直しやんかもうそれもずっとこうやってみたらし団子のあの3つをシャッとやるやつとか3つかけんのよく3本までってこうやってこうかかるやつをこうガシャッとやっていろいろやったやってんねんないろいろ冷蔵庫とかな、うんうんうん、冷蔵庫の中で冷蔵庫はな有名やもんな、うん、もういろんなところで言うてるけどあみんなやってたんやみたらしの3つかけんのとかそれもその日だけやっててもあもう1日だけあの、うん、それまあ言うたらあのその日もらえるようなやつ日給な日給でもらえるん何本ぐらいやった日給それそれ80007時間800015分休憩の、うん、だから6時間45分、うん、で8000やからな、まあ、まあまあええわな、うんうんうん、休憩ってどうすんの休憩何すんの休憩もタバコ吸うて、うんうん、お茶飲むぐらいやなで菓子パンみたいなの置いてあるからまたパン食べて パン見てパン入れてパン食べてってなるほど、ね、やってたなやるんやな配達も配達とか怖いねんで何が怖いの配達分からんやろうけどいや分からん俺やったことないわ配達はで居酒屋に、うん、居酒屋の冷蔵庫に鶏肉を、はい、あのほら店始まる前に朝、うんうん、入れに行くのよ注文前の日に受けてるやつをで誰もおらんや居酒屋とか、まあ、おらんわな、うんうん、でその居酒屋の鍵を預かってんねん あそうなんやあもうパンってもうもらってんね、うん合鍵を、はいはいそれガシャガシャって開けて居酒屋バーッと開けて居酒屋の冷蔵庫行って、うん、鶏肉ボンって入れて、はいはい、鍵閉めてブーンってまた次のとこ行くね、はいはいうんうん、おる時あんねたまに人朝に怖っめちゃめちゃ怖いんやから何してんのそれ真っ暗やで店居酒屋の中なんかたまに普通にご飯食ってる時あるから家の下とかあるからたまになあそっか、はいはい、そう住居と店舗が一緒になってるのもな、うんそんなやってたよな新聞配達もやってたし中3からやってたな中3よーかかってきた朝起きられへんから言って行かれへん時に新聞配達の販売所から電話かかってきて俺がよう電話取ってたもんその朝3時頃やからさ、うん、そうやそうや怖いのよまたそのほら酔っ払いとかおるからさまだ、うん、絡まれんねんやっぱり新聞くれとか言うて言われんねんって怖いんやから俺らの時代で新聞配達のバイトしてるやつなかなかおれへんかったよなもういやメッセンジャーの黒田さんなんか小学校からやってるからねいやあの人は特別やんかまたしかも4人兄弟4人ともやってたからね、まあそこはもうほらもう根っからの貧乏やんかあの人とこの間ロケやってんけどな、うん、近鉄特急乗ってんけど、うん、近鉄特急の思い出言うたらその借金取りから逃げるために子供4人だけでカリアのおばちゃんとこに行ったんが思い出やなうわーそブルーになるもうそれもうす
すっごい悲しかった、それ聞いた時。今さ、いやほんまに時代やな。時代ですよ、だからね。まあそんなもいろいろバイトやね、バイト、ね、俺あの高校の時に、うん、そのラグビー部でほらバイトできへんやんか。はいはい、練習あるからな、うん、でも急に休みができてな、うんうん、夏休み5日間ぐらいか、うんうん、でみんなバイトしたんやんか、うんうんうん、お金ないし、やったことないし、やっとかなあかんなみたいな、みんな、うん、同級生みんなバイトしてるしみたいな、うんうんうん、であのと飛び入りでな、うん、それこそ意欲と、あのこの間あの A スタジオ見た方分かると思いますけど、意欲とあの写真でね、ラグビー部の同級生、ここの同級生がほとんどやけど柄の悪い柄あれちょっとギリギリやんな、あれみんなギリギリやで、あれほとんど俺の同級生なんか一人しかおれんかったもん、あん中にもうすぐ一番穏やかな顔してた俺の同級生、あれ怖かったよな、あれパッと見、はい、同い年やね、あれ、うん、まあもうじじなあ、真っ白毛で真っ白、ひげも頭も真っ白、真っ白毛やんなあれ。いやいや、ほんでまあまあ、うん、その3人ぐらいで行って、うんうん、ま、和菓子屋さん行ってんな、ほうほうほう、バイトさせてください、はいはいはい、で和菓子屋のおばちゃんが、うん、でちょっとお兄ちゃんが手見せて言うて、うん、3人でパッて手見せた、うん、あかんって言われて、うん、なんで汚いかってそんなんさ16歳17歳の子供にそんなん言う手見てあかんって言わんやな、ごめんねやけど帰ってくれる言われて、わかりました、手汚いと洗ってんねやろって、洗ってるよ、もうだからラグビーやってるからもうゴツゴツやんか、ゴツゴツでな、うん、そうやそうやそうや、断られたな、和菓子屋のバイト八百屋のバイトも断られた、なんでそれは、手汚いなんとかせえ、手袋でもしたらええがな別になんとかなれんかったんそれ、もうスーパーでもやってるしな、おー、うーん、スーパーのバイトもやったわ、入ったよなそういうの、なんかドタンキバイト言うて、あそうそうそう、ドタンキ、ドタンキ言うてな、ドタンキで稼ごう言うて、うん、あったあった、その金もう地獄みたいなもう人として扱えんのね朝7時から7時までやがんね、12時間働かされるからスーパーで、ほんまにあんなあかんて、でも今なんかは俺らが流行ってたバイト言うたら、でも引っ越しとかやろ、高校の時とかみんなやってたって、うん、今何流行っとんねん、高校生とかバイトしてんのかな、今コンビニ多いんちゃうで、うん、携帯でその日に登録してその日に行って、そっか、登録せえや、今は登録したり、好きな時に行けんねん、ほんまに好きな時に好きな時間っていう、俺ら2時間言うてもほら5時間ぐらいやらされるやん、うん、騙されてそう、ね、これ実動に入ってないから言って怖い人に言われて、あ言われてな、たまにあるもんな、そんなバイトな、なるほど、なんか鉄道系 YouTuber の動画は見られたりしますかって、見てる、まあな、うん、見てる見てる、鉄道系あのスーツ交通言うてな、結構面白いコーナー、うん、そのコーナー見てる、本日はですねって言うて、なんかあのずっとずっと喋ってるわああもうやっぱりずっと喋るんや、ずっと喋ってる、うん、今日はですね新幹線を使わずに東京から大阪在来線を乗り継いで行ってみたいと思います、なんでまたすんのよそれ、鉄道好きってずっと撮ってんの、撮ってんね、まあ、もちろん編集したりしてるけどね、こう見やすくはしてる、へえ、うん、でその結構面白いのよその子のやつがね、うんうん、でその意外とその鉄道ばっかり偏ってないから、おお、うん、あれグルメもあんの、グルメはないんか、グルメはあんまりないわ、あ、うん、この間なかったけど、なんかのいつのやつか分からんけど、あの近鉄奈良で降りて奈良公園にあの鹿せんべいで鹿やる言うてあまりにも鹿増えすぎてふやーっと掘り投げて走ってるのめっちゃおもろかったよないやだからそれも笑わそうとしてんから、あなるほどね、ほんまに鹿で焦って、あれ焦るやん鹿、鹿奈良公園急に来るからな、と急に来るやんか、ずっとあれ俺もネタでやったりしてるけど奈良公園の鹿ね全然もう見えんと四角から入ってきよるから、ほんまにね、そういうの見たりしてますよ、うん、ね、本当に、うん、うん、こんな感じでしょ、うん、ほんまにあったかいの欲しいな、寒いからここ冷えるよな、冷える、本社吉本本社、これあでもあ切ってるやん、あれ何ヘラが下がってへんから、ヘラって
羽ね、羽暖房の。えでもこれ暖房入れたらまたもう、うん、こんあそうかうるさいんだ、立ち上げがうるさいんじゃ古いから、あったかいのちょっと、うん、あったかいの、もう何でもあったかいの、あったかい、それお前、あったかい、それお前、あったかい、何や、何や、何やあかんことあれんかな、ロケで、あロケで、そうや、あったかい、ハンバーグは食べたいっていうおっちゃんおったやないか昔、どこやったっけあれ、新世界か、新世界じゃ、ナンバーか、ナンバー、ナンバーなあ、おっちゃん何が欲しいって言って、あったかい、ハンバーグは食べたいって言って、おっちゃん悪いな、ハンバーグは無理やわ言って缶コーヒーあげた覚えてる、ね、覚えてる、うん、そのおっちゃんの今急に思い出してモノマネしてみました、高いハンバーグって言ったもんな、うん、ちょっと申し訳ないけど笑うてもったね、うん、高いハンバーグ食べたい、うん、あすごいよ、ドイツから見てくれてるでしょ、えドイツでリアタイで入れる喜び、マネージャーさんに感謝感謝です。何しゃんねやろな、ドイツで、うん、ドイツ行ったな昔ロケで、長かったな、13時間やったっけ、飛行機な、長かった、あもうあのほんわかテレビやったっけ昔、そうです、寛平さんがねちょうどアースマラソンやってて、ちょうどあのベルギーからドイツ入るから、それをサプライズでみんなで迎えよう言うてな、それが目的のロケやってんけど、まあうまいことね、うん、寛平さんに会わんようにドイツからベルギーに入って、寛平さんのおるホテルの下のレストランに、そこから出てくるところをみんなでわって言ってびっくりさせようとして、で、あの角曲がればもう寛平さんがいますって言われてな、角曲がる前にも寛平さん立っててんな、こうやって台無しや、台無し、まあ向こうもなずっと険しい道来て、こっちも十何時間で飛行機ずっと乗りっぱなしでな、来たのにも角曲がったらやのに、その角向こうが曲がってくる、お前へんや先に、そう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 、もう変な出会いになった、あ変な、あみたいな、なったな、あれなったあった、大変やったベルギーでな、うん、もう料理がまずいやないよ、でも香港さんがずっと文句ばっかり言ってずっと言ってた、もうずっと文句やん、バスのスピード速ないかとかな、文句言うのはええねんよ、うんうん、ええねんけどなあってこうやってくれさ歩きながら、そう歩きながらこうやって歩きながら、あとバスバス、おいはいはい、もう帰りたないかみたいな、そうですね、うん、お前もう帰れへんか、はいはい、俺と一緒に、いやもうそれもう来てるんでロケで、うるさいのほんま、そうですね、ああ、うん、お前部屋どこや、ああはいはいはい、ずっと来いかね、あれはずっと本郷さんご機嫌斜めやった、13時間だな、13時間長かったな、あと味が塩辛いとかね、まあ、料理は確かにそうやったそう、うん、そう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 、であの自由時間があったよドイツで、あったっけな、ああはいはい、5時間ぐらい空きます言うて、うん、どんだけ空くね思ったけど、そうで不安やけど俺散歩したんよ、うん、ドイツ、うん、ホテルからもう何回も後ろを振り返りながら、うん、道覚えとかなんかもう全部石畳やんかレンガやし分からんようになるやんか、うんうんうん、歩いてたら二角師匠こんなとこで普通にビールこうやって飲んでるかっこいいスーツ着て全然こう誰やねんほんでごめんなさいコーヒーね、うん、あ、ありがとう、あったかいコーヒーもらったそうそうそうドイツなビール飲んでた、うんうん、ねえ懐かしい懐かしいドイツな、ね、ドイツはね何銀のライオンイヤホンで聞くと上下分かれて臨場感半端ない金のライオンってあれ中尾剛さんの歌なかったっけ、いや金色のライオンや金色のライオン神島、あ神島ってことか、 あなるほどこっちであの剛君の声とかこっちで俺の声とか、あ臨場感がね2つで分けてね、はい、なるほど、でもあのなんかないんかやな、細かいモノマネできるんちゃう、この画面上やからやっぱりこれでみんな見てると思ったらやっぱこの中でできるか、うん、細かいのできるんじゃん、違うんかな、そういうことじゃない、もう新幹線の中のおっさんやな、こうひょろひょろひょろって言い出したらおっさんの飲み方やからな、こうなんかでコロコロ言わせてる、コロコロひょろひょろひょろそうそうプリプリって言い出したらもうおっさんや若い子音せえんかな
もう新幹線のおっさんや本ならこれもできんなんだ。ああ。いやつな。またんまにおいやわ、靴脱ぐのやめてほしないあれ。ああ、おる。靴脱ぐね。臭いね。臭い。ほんまに。なんで分かれへんねやろ。ねもう足くっさーと思って。おっさんでもおるもんな、あのなんかスーツ着てるおっさんとかであのパンソみたいな靴した男なの。おそうそう、あれがくっさ、通勤快速やろ。通勤快速あれ快速とかかってんの、あの多分かかってると思う。だから速が足で、そう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 、快速の速がね。ああそう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 、なんやねんあれ。着てるよ、なんかあのこのメガネ、机の上に置いてるメガネ、ドア入ってますから、うん、かけてるとこみたいですって、ドア入ってる、これ長いことかけてるけどね、うん、このメガネも。あれやら昔ながらあの文房具のおっさんできるわ、それで振り向いて、ほんだらおっちゃんってくるから、うんうんうん、言うて、ええよおっちゃん、すいませんおっちゃん、分度器ある、え分度器がこれあと工場、え工場、うん、バシャバン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 バシャ、もう何年ぐらいやってるんですか。ねもういいだ、もう30、40年ぐらいやってるね。怖っ怖っ、あこれできるわ。あれお前そんなあれやな、俺と変われへんの、こっちが悪いから俺、右の方が。知らんけど知らんけど言われても、いやね、あの視力、うん、見えるあれがちゃうから大丈夫かな、ま、気持ち悪くなる人おるから。いや全然大丈夫、でもさほとんどこれのモノマネやから大丈夫よ、うん、これね、あこれこういうのね、こういうの細かいのメガネね、うん、いっちゃんさん、昨日はつくばエクスプレスの新しい車両に乗って太田さんがいっぱいいましたよ。また電車やん、電車、しょうがない、やっぱ電車って多いんやで、ほんまに。つくばエクスプレス言うとめちゃくちゃ早いよ、ほんまに。もう秋葉原からね、地下から出てるけど、あ秋葉原から出てんねん、そう、つくば行く、つくばやから茨城か、茨城、そうそうそう、うん、そう、あ、野々子さん、得意料理はありますか。ないです。な、え？いや俺はせえへんけどからあれやけど。いや、何でも作れるよ、ん、上手やで、何でも作れる、うん、料理はもう何でもできる。特にじゃあ得意料理は、煮物、煮物、ん煮物聞こえてるよ、聞こえてるよ、煮物、うん、聞こえてる言ってるのに。煮物は特に何の煮物が、何でも煮物全般、もう醤油、砂糖、みりん、酒やから。あそれで決まってるの。決まってるもん、うん、やってほんまに。料理せえへんの。全くせえへんな。もう目玉焼きぐらいできるやろ。やるやる、もちろんそれぐらい。なんやそれ急にやるやるってそのかぶせるようにできるできる、もちろん。目玉焼きやってあのな、蓋せなあかん、あのちょっと水一周ファーッさして爆発せへん、あれポーンってたまに。じゃあ強火でやるからやん、その。ああおかんがよう言ってたやろ、中火でやんなさい言うて。覚えてないお前、おかんの教えを。覚えてない。であのほら卵焼き あの目玉のとこがほらピンク色なんだよね、水入れて。あちょうどいいね、ピンクが。そうほんで表面の皮が硬くて中がドローって出てくるっていうね。あれをあれだけなんかよう覚えてんだから。目玉焼きはもう絶対そうや。塩コショウピャッて振ってあるやろ。ピャッと振ってある。醤油で食べんの。え目玉焼き、うん、そうや。ソースの人も多いで、あれ多い、知ってる。うち嫁がソースやわ。なんでソースがうまいのと思うんだけど。ソースか、親父ドボドボかけておかんに怒られとったな。もうだって真っ黒やったもん、焼きそばとか。うん、ソースまたかけてた。野菜炒めとかも野菜汁炒めぐらいになったもんな、もう汁入れすぎて。定食屋に汁というか定食屋に行ってテレビ見てるサラリーマンが見たい。ああなるほど、これもできるわな、すぐ、うん、入ってきたとこからやってくれ。あ入ってきたとこから、うん、これはどこですか、東京、大阪やからもう入った瞬間から始まってるから。入ったから瞬間、入った瞬間からサービスランチサービスランチね、うん、うん、こういうやつでね。かまぼこどうすんの今日は。んかまぼこ入れとく。入れて。お待たせしました。
どうぞ。阪神勝てるんよ。今日どうやろう。またつけてへんからテレビつける。つけてやろ。うん。はい。今日神宮でやってんのこれ。神宮のサンテレビでもやるよねんな、おい神宮のやつ中継しようねんな、まあ何でも。うん。これあれやんな、あれやな、大学早稲田からやっちゃうのこれ。そうやって。これ早稲田のやつやって、ちゃ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 ね、立教のちゃちゃちゃ、あれもやめてやめて、首首首、今日の首や、戦力やもあれ。ごめん、ビールちょうだい。ビール？うん。まだ飲むの今日。飲んだ、飲んだってやろうえ。ビール、はい。ビール。そう、冒険会めっちゃ。ぬる定食屋、一膳飯やね。あ、ほんまこういうとこは取らなあかんねんけどな、おかずを取っていかなあかんねんけどな。おい、腐ってんちゃうか言ってたやろ、さ、ほら、直美食堂家の近所の前でポインター凍ってた。どんな飯やねん。あの、101匹ワンちゃんで出てくるような犬、でっかいの凍ってたやろ、1匹。あかんでな、あんな。あんなあかんの、食堂。店先で、言ってたもんな、よだれ垂らして。ほんで、余った食堂の余ったやつを余ったやん。こう食うてる時に犬がこう出てくるとバーンってびっくりでしたここにもういっぱいもう食べるもんがもう犬の頭にとかそういうとこやったわ。今度森口行こうかロケ。ああ、今まで行ったことあるけど、なんで声張ったんやろ今。今まで行ったことあるけどアメトークで行ったな。だけ面白かったな、やっぱり。もうかったこれだからYouTube やったらもうちょっとあの深掘りできるで。ロボット公園行きたいね俺。え？ロボットおる公園。あの金田町のところにあるんですけど。滑り台で。ロボットの手があの滑り台なんていうのか。そう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 。これ。そう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 。なんか太陽の塔になんかイメージしたんちゃう、うん、あれ。当時そのできた当初やから多分。多分な。俺が生まれたぐらいの。行きたいな。年にな。今あんのかな10円のゲームとか。こういうなんかあったやん、駄菓子屋の前にこう皮めくれるぐらいやってたやつ。カチ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 ってギャラクシャ。こうやろ。うん。カチ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 。こういうことやな。こう丸いのが出てきて、そうそうそう。こうずっとこうやってカチャーってやってやる。あれあんのか、もうないよな。でもあの回ってみて思わなかったらもう思んないでええやんか。な、特になんもないな言って。俺前住んでたとこもないからね。え？完全にもう解体されてるから。前住んだことで、俺は。社宅。あそこないのもう。もうない。解体されてもマジで更地今前なんかアメトークで行った時あったやろまだまだあれギリギリあったけどもう今も汚かったなあれ見た時あんなとこよう住んでた思ってだって4畳と6畳やで4畳6畳やんなほんまに俺らんとこまで4人やったから俺の隣の人7人やったからね家族キーちゃんとこキーちゃんとこでパンツな言うて朝で僕隣なあ隣だ隅田さんやったっけ隅田さんや隅田さんそうそうそう、うん、パンツなあ言うて、うん、中川さんパンツ貸して言うて隣来ておかんがカラーバットで思いっきり芝居やったのなパンツ借りるアホおるかいよあ隅田さんのところ息子よあれやな丼鉢で冷や飯食うとったなよ外で外で家いっぱいやからもう一個まだ向こうの家の人なんか鯉かなんか取ってきたんか知らんけど外で鯉の洗い作ってたもんな外で包丁使うってどういうことやねんっていやほんまな、うん、鱗取ってたよ鱗なかなかなとこ住んでたよいやほんまな俺らはそれが当たり前当たり前やったけど、うん、他と比べてさ強いよどんな人間見てもビビらへんもんあんまりまあまあ確かにあビビらへんよね、うん、もうそんなその横でうちの親父鳥さばいとったからなそう飼ってる鳥をそうほんでみんなが「中川さん今晩食うんかいな」ってよく言ってた わざとらしくなる楽しみでしゃあないねみんなあれ食べたかったあの軍系やからねえ落語っすね落語の世界あほんまほんまそんな、うん、あの誰やねんほんで
ほんまに。シャモね、シャモ。美味しいね、今となりゃ。普通やったもんな、もう鳥こうやって持ってな。うん、そう。普通にこうやってたもんな、シャって。もう軽く、もういつも、もう毎日やってますよぐらいの手つきで。しかももうこれぐらいのとこから買ってな。そう、小さいとこから買って。大きくなっても、うん、足持ってこうやって。ピャーン、ピャーンってって。うん、で、ね、物干し竿に干して、うん、吊るして、ずっと血落として。うん、で、おい、湯沸かしとけ、稽古言うて、おかん呼んで。で、ぐつぐつ大きい鍋にね、湯沸いて、ほんで、その湯の中つけて、ペッ、稽古して、ね。それで、また、足なんかあるから、それをまたちょんとやって。そうですね。それで、あれはすごかったわ。ね、こう関節、これ見てみって、うん。見たくもないのに。これ、こう、手、足があるのよ。鳥の足がこうね、こうあるのよ。これ、関節の前、引っ張ってみ。こうやって引っ張ったらこう、うん。引っ張ってみ、言って。ギュッギュッってなるから。ほら、ほら、人間も一緒や。って、ね、やってたな、あんな。でもやってたわ。今もう、ドン引きやろうね、あんな子供見たら。いや、もう怖い怖い。そんな、もう。そこで生きててこうやって走り回ってたのはね、猫ここで持つ時代やろまだそうそうそう、まあ、今大変やね、あんなことじゃ誰もおらんやろけど、これやろこれここ持つ時代もうおれへんやろ今そんな人、猫をそんな人ひどい扱いするやつな、自分が飼ってる猫な、ひどい扱いや、ほんまに。親父インコも飼っててんよ、うんうんうん、あ、こうてたっけ、一時黄色いインコ、うん、しかも外の物干し竿を吊るしてな、あの鳥かごを昼は太陽浴びなあかん言うて外に出してんのよで夜家しまうね、まあそれはええねんけどな、うん、ただほら外に出したら危ないやん、野良猫とかおるからさ、おっていっぱいおったから、案の定や、やっぱり、うん、あんな簡単なバーン猫を手でバーン開けてバーンと食ったやろな多分でも一匹ずつ毎日おらんねんで、親父が、あ、いつもこの野良猫や、言うて。ああ野良猫来るわな、うん、もう散歩コースやから、うんうん、でもこっからもう。あ、そう、俺覚えてるそれ。そうやろ、猫、俺猫やったとしたら、これぐらい絶対ほら、こう。黄色い羽。うん。わーって言はい、で、それ捕まえよう思って逃げるから。お前かー、言うて。ほいで昔こうなってんか、あのパチンコ玉こうピンってあれあおめえ持てん言うてあれでここ狙えよもう何ちょうやんやもうもうなここ狙えよ言うてジャリンコチェみたいだったもんね、ほんまあの鉄そっくりやもんな、イメージ的にはね、ジャリンコチェのね、腹巻きしてないつも、うん、そう腹巻きしてほんまにあの A スタジオでも写真出たけどあれやあのもうスタイルよ、あの感じなあ、あとあの公園の木も切ったやろ一回昔、知らん、真っ二つにした、知らん、大木を、なんでそんなことした、夏休みついてこう言うて俺ら近所の子供連れて行って、うん、覚えてあの教習所の横の、いや公園してるよ、そのあれやろ、でんでん虫公園やろ、大木切ったん真っ二つにノコギリで、ちょ覚えて、なんで切ってんだから、それカブトムシおる言うてボーラーンって教習所の方にバーン横着やな、登れ今、ね、いやいやちょっと登ってな、うん、ちょうど木の中間あたりやんかジーコジーコって言ってバーンおれへんやん、そんなあんなとこにクヌギの木やないしおるわけないもんな、めちゃくちゃ下町やしな、ほんま、いや今の時代だって空き家に止めてたんやから車ずっともう大問題やで、今やったら今の時代やったらもう生きていかねえやろな、うちの年代40年ぐらい45年ぐらい前前やな、うん、そうそうそう、親父パッタやな、めちゃくちゃやって昔なんか知らんけど俺をノーパン喫茶に連れて行ったこともあったなノーパン喫茶ってあったんですよ、女の人がノーパンなんですよ、短いスカート履いて、で下がこうガラス張りになってる、まあ、いわゆるまあまあちょっとしたスナックみたいなところ、昔そんな流行った、流行ったら持ってくんねやろ、そう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 、持ってきて、でこう持ってきた時にこう下に映るから、それ下を押さないの、こうやって、うん、そんな入られへんやん、子供入れたよ、俺ない知らんけど、俺なんか分からんと、なんか分かってへんかった、どこやった、小学校2年生どっか梅田か、阿部の、うん、阿部の天王寺のちょっと外れやったは覚えてんね、でよく行ったな、そんなとこで俺が、まあ、もう退屈やんか、そんなとこ子供やから、
ほんでもう帰るってなって急いで帰って出て行ったら車に俺引かれそうになってこの辺まで来たよ車が、うん、でって親父が泣いてるんだレイジこれって捨てたら取らずにって家帰ってついおかんにノーパン着せちゃって何が出てきて怒られとったわ俺に怒った後おかんに怒られとった家帰ってさあ俺も言うわな言ったらなんかこんな短いスカート履いてパンツ履いてへん店やってんって落語やん前落語やんか、ね、やね親父が思いっきり怒られとった俺の倍ぐらい怒られとったうん、ね、親父も家で事故おたやん事故おたやんもう引かれとったわ完全に親父はもう女もなんで俺なんか連れていくんやろ思ってよりいいよってやっぱあの時なあそうそうそうはあそうはせんそう、うん、そうそうねどねしゃんいやどうやろう急に出てきたもう忘れたな見るだけ見るあとあのみんなでいただきますんであいいいい、うん、マスクしてんなこのご時世にマスクしてるやんオレンジのほんまにうわ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 キャベツ増量やから大丈夫じゃん早くこんなやでうわでかっうわ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 まあソースはねこれ、まあ、ソースもちゃんと最後ね美味しいからないやそれはまあうまいけどやなこれ、あこれあの芸能人があのグルメ番組ってあの麺類とかでもお腹いっぱいの時はもうずっとこう やってますよよ見てるよもう何ぐらいやられてるんですかってあんま食べへんねんねこう食べてる雰囲気だけだねえへえ先っちょだけ食うやつやんええー、って、うん、こういう時はお腹いっぱいなんやなこの人思ってますなるほどうまいなほんで久々に食うたらうまいやっぱりうまいおいむこいけあんたうんうんうんいや、ほら、餌やったんやろ何してんねん、ねえからもううんこ行ってうんこ行けほんまにお前もうちょっとだけやろほんまにもうな、もう切ないね、俺のモノマネもう切ないお前イルまで切ないやないかお前ありがとうございます後でねもうイルまで切ないやん縦に振って中をうん振ってたなもうちょっとしたもんごも昔はイルもあれやったなよっちゃんからは食わんかったなああいうのなああいうの食わんかったな、うん、犬より猫の方がグルメなんでしょ結構犬ってなんか何でも食うイメージあるけどまあまあ与えたらあかんねんけど人間の猫はそうやな決まってるね大体何食う猫は猫肉食やからね基本あそうなんそうそうそう肉食べんの猫食べるよあ勝手に魚っちゅうイメージがあったけどあ違う違う肉あそうなんや、うん、草も食うしね食べるよあのそんな貧乏人の猫やろそんなお前あの胃が毛玉たまるから草食べて、うん、もうソルマックみたいなの飲むのと一緒やんからサラリーマン配合してそうそうそうほんまやで猫猫草って売ってるもんあのソルマックかなんかの CM で昔こう薬草がぐるぐる回るなってあんなんがあんなん食べようそ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 うほんでこう出すねん綺麗にしようねん綺麗にしようねんポッ言うてそうポッ言うてほんまほんませやで、あ、みのりんさん名古屋の人のモノマネ何でもいいのでやってもらいたい名古屋って名古屋名古屋あんま知らんからなデリアえデリア、デラーレでよみたいなことかあんまやったことないな乗り気やないな、あんまり見たわけいや、それは乗らんでしょ、あんまり乗らんでしょうのいや乗れんでしょ、それは今乗れんでしょ生配信でやっとってそれ急には乗れんでしょ乗れんでしょ、言うてもやるんでしょやるんでしょ、デレン、デレン無茶ぶりだよね、それ腹立つな、なんか面白いんだけどな、俺好きやねんけどな名古屋弁名古屋弁
でも嫁の実家の方ちゃうねんな、名古屋でも、あの名古屋ちゃうもんな、知多市の方やから。ああああ、もう全然もうみんなあのうちらと一緒よ、もう全部九州から出てきた人らが。ああ、なるほど。やからあんまりそういうあの名古屋弁っていうのがあんまりこうはびこってないっていうかね。維持が経った？経った。帰ろうか？いや帰ろうかっていう。早っ、もう1時間。早いな。だから早いなって言ったところでな、見てる方もどう言ったらええねんっていう話で、ああみたいな感じやわ、ほんまに。なんかある質問？せんな。なんかね、何でもできるだけ。ああ、さんまさんの新幹線の最新情報ありますかって。最近一緒になってないねんな。なってない。うん。あ、いきなりあの M&M のチョコを手に入れられた時、ちょっと手に、あ、あったな、新幹線よ、ね、さんまさんや、うん、俺座ってて、まあまあまあ、剛君も座ったけど、おい、はい、お、ほい、手出せ、はい、手、はい、もうちょっと、はい、え、なんすかこれ、え、コーヒーに合うねん、は山盛りのM&M の。怖かったなあれ、うん、急にな。でもう絵は食べんでもええか思って、とりあえずどっか写しとこうかな思ったら、ずっと見てはったもんな、早く食えみたいな。で食べて、でコーヒーに置かれて、せんな、やられたな、あれ怖かったな。で飲んだけど別に普通やってんな、うん、あ、はい、はい、終わったな。お前らおかしいんちゃうかいうのあったよな。一回あった、あったあったぐらいかな、一番新しいネタね今、うんうん、なんかでもいつもメモしてない？してる。さんまさん、なんかこうやってない？同じようなノートや、うん、してる。ほんで新幹線でこうね、タバコ吸いに行くからこう通ったりするでしょ。で通ったりして、あ、書いてあるわ思ってチラッと見て、隠しやん。そう、ね、あれ何やろね。あるある、赤色や、あの人同じノート使ってんちゃう、これもしかして。俺もうちょっとなんか小さかったよ。小さいのドッキーの、それは俺も確認して。使い分けてんねん。使い分けてある。小さいのドッキー。あ、何かあれ見たいよな。あれ見たい。あれ絶対なんかあのちゃんとしたこと書いてるらしいの。あ、そう。今日あったおもろしろいことをこれ書いてみたいな。例えばその俺らとなんかこう明石家テレビでこうなんか新しいの生まれたら、それをこう一応メモ書きするんだって。へえ。って言うたって。それは聞いたことある。ね、この辺ってあれですけど、めちゃくちゃ真面目やもんね、やっぱりね。それはお笑いに関してはすごいんちゃう、あれ本にしたらもう。いや、すごいと思う、ね、みんな見たいやろうな、うん、あ、見たいと思う。ただ絶対見してくれへん。見してくれへんな。見してくれへん、うんうん、あれ来てるよ、なんか剛さんギターうまいですよね。ギター始めたのはいつですか。ほんまやな、いつごろやんな。ここギターに関するお話が聞きたいですって。いやー、えんちゃう、ギターは。なんでよお前今日も持ってきてボンボロボンボロやっとったから、ちょっと俺おしっこ行ってくるから。えそのギターの話しとけよ、別に俺に聞かれたらない、ないやろ。マイクつけときゃええのに。じゃああかんって、あれほんまに問題やねんから。えほんまに、ね、そんなんまたおもろい思って、古いタイプの古いタイプじゃないやん。古いなやん、そのハプニングがおもろいやろみたいな、あかんで。そんなもう古なんや、すっごい不愉快やねんから、人の尿の音なんか、そんなんかもチャラ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 、あかんのかいな。あかんやん、それうえつけてなかんで、昔の芸人やからそれ。ハプニング、そんなことないやんか。昔の芸人ハプニングって書いておいたらええ。ああ、書いておいた方がええわ。こういう感じでやってます。ちょっと押し込んでいきます。昔の芸人ハプニングせやな、こういうの書いとかなあかんねんな、忘れるからな。ほんまやわ、こういうのみんな書いてんのかな、思ったことをみたいな。せめてこうマイクつけて途中で、ああそうやとか、マイク外して帰ってくるとか、そんなんしたらええのに。ほんまにおしっこしたかったやろうな、そわそわしてるから。一回うんこ漏らしてるからね、番組で、あの大阪の番組でうんこ漏らしてるから、ソファにビャーついて、ソファ買い取ってスーツとソファそれ8年9年ぐらい、あ、10年ぐらい前か、大阪の番組でトーク番組ね、
言われへんかって収録やのに別トイレ行く言うやのに、でまたその時も特別高いソファーで、ソファー4万円でスーツ8万円で12万円で買い取ってたもんね。でシャワー室でケツ洗って、ギターの話してんちゃうんかいな何ケツ洗ってて、いやいや一回漏らしたからな。だよ俺が、うん、どこで番組で、あ番組でね、あのうんち漏らしたから、うん、早めにな気づいていいかな、やばいもんね今も。そうそうそう、いや今のはおしっこやから別にあれやけど。であれシャワー室で洗ってたやんスーツ、洗ってた手洗いで、手洗いで、うん、でその後掃除入ったな、おばちゃんやろ、おばちゃんガチャってあげて、ブーッ言ってくれたらええのにって言うて言うてた。そうそう、心の中で言えるかいなとか思いながらね。あと小学校の時もあったな、そんな半ズボンから俺はみ出してんの学校帰りにな、汚い話ですよすいません、うん、帰ってきてそれあれよあのままよう乗り切れる思ったな、いや無理やって全然俺に背中見せへんねんもう、ずっとこうやって帰ってきてたやろこうやって俺がおったら、うん、こうやっておかしいな思って、で前に拭いてもうたな、いやシャワーで洗うたんよ車洗うみたいにホースの先ピャッ、妻のお前ケツ出すよお前って言ってやってもらったな、そういや、そうやってあれよ漏らしたで、あれ気持ちよかった、あれ車も気持ちいいやろなと思うわ今車も気持ち悪い、赤水みたいなもんやなあれ肛門だし、くっ洗ってあれ漏らしてか、うん、途中行けばええやん、どっか家借りるとか、泣いて行くとこなんか、すいません貸してくださいって、なんで家なんかよう入らんわそんな恥ずかしいって言わへんとこあるよな、まあ、番組でも漏らすぐらいやから、あんなもんすいません言って収録なんやから全然いいのよ、そうそう、よう聞かない俺意外と、そのどっか買い物行ってもなんかこれがない言うたらちょっと聞いてきて言われるけど、あんま聞くの好きちゃうね、探したいね自分で、探したいとうんち漏らすのは関係ないからな確かにな、なんか繋がるから思ったけど、でも繋がらなかったな、まあまあ、いやそう要因はあのもう気が弱いからそういうとこは要因はほんまに、うん、なんかあのどうでもいいことを言う一言みたいなやる言うてなかった、うん、言うてへんそんないや言うてへんイベントで、ああああああこれでじゃなくてね、どうでもいい一言な、ああ、うん、それなだから例えば、うんうん、今5歳か来年6歳やな、いうのいっぱいそういうの集めてやる言うて全然やらへんもんな、そうやな、当たり前のこと言う、それ言われて だからなんやねんとかみたいな一言、昔からでもチラチラはやったけどね、やってたやってた、知ってる、はい、こあそこのマンションか向こう、はい、全部田んぼやって知らんがなって言うやつやろそうそうそういうのいっぱい集め、20個ぐらい集めよう言うててんな、そう集めよう言うててな、あこれ分かってくれる人おんのかな、こんなあれ、あ今見えた、え何あの赤い屋根のとこ 見た、はい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 、今ほらほら、ええあれあそこ前あそこ俺住んでて知らんの言うやつ、そんなやつあるなあ あれ何あそこ前コンビニやったのにまたコンビニになってるやん、知らんがな、なんていうな、うん、あるな、うん、そういうのな、こういうのはな集めて、なんかな単独ライブで大々的にやるもんでもないのかなとか思ってまうしな、なんかそうね、うん、うん、春羽生さん全国ツアーしてください、いやいやもういいですよしんどいね、しんどいもん、やっぱり違うもん、やっぱりあの条件が、去年思ったけど名古屋でやった時もなんかちょっと違うなと思った、いやいや名古屋の人見てたら、いやいや違う別にお客さんが違う、いやじゃあのこう向けてるのが向けてるのがちゃうやんか、なんかそのやってんのがその名古屋にもうちょっと特化したやつもやりゃええねんけど、そんなん何にもなかったから、えみんなその土地合わせてなんかやってる、合わせやってるよそれは今、えミュージシャンみたいなもん、うん、そう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 、その土地名前入れるみたいな、そうそうみたいな、
銀シャリなんかそのご当地ネタやったりしてるやん。それで全国回ったりしてるんで。いやそんな別にせんでええやん。いやせんでええけどやっぱりえみたいな何個か多かったやんか名古屋の時。えそうやったっけ。うんそう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 、うん、感じんかったよな。夢中やからじゃあそれ聞こえへんかったよ。もう聞こえへんかったって耳がもう拒絶やん。何やねん拒絶ってもんやらんかったやん。緊張で耳聞こえへん。あ緊張でね。あれ耳聞こえへんのあるやろ緊張しすぎて。俺はないけどあんまり。そう、うん、まあ、聞こえへんっていうことは。あとなんか手冷たーなってくんね。そう前だけの症状やろ緊張で。緊張で分かってるやろ緊張でって言ってんねんからそれ、うん、来てるよ。こけしダンサーさんて新幹線で、2人隣同士の席ですか。全く違います。違う。僕らあの普通の人はどうか知らんけどみんな大体マネージャーが券を発券してやるけど我々はあのオープンのチケットというのを もらえますからそれでも自分で座席をちょちょってやる。もう僕はそっちの方がええんだよ、ね、あれさ、うん、もうあと3分前とかだったらあの、うんうん、帰る時にさ、うん、あれなんちゅうのオープンのチケット、うん、時間指定してあれする時にさ、うん、もうできへん。もうあれ5分前で締め切りやる。あれなんとかならんかな。いやもうね、そのままオープンで乗ったらあの席はちゃんと取っといてくださいねってちょっと嫌味言われるやん。嫌味というかちょっと怒られるやん。それ言われたついから言うたやねん。いや5分前に来たからその後何も言いかなかった。いや5分前、いや5分前に来たから待ってぐらいで向こうもそれ毎回言うのしんどいやん。言われんで陰で知ってる、うん、なんかハケのあの弟の方なんて言われたって。俺そんなん言わへんもん。俺は中垣の弟の方って勝手な設定作ってるけど俺は違うもん。俺はもうそんなだから待ってるからあかんねんって。あれ座ってぞあと車掌を待ってどこら首長くして待ってんやろ。おしぼりこうやって持ってくるよ持ってくる。それ違う待ったあかんねん。もうあそういう時はもう7号車と8号車の間にポーンと入ってそれであの車掌さん2人おるから両サイドに。で1人はあのすぐあかんで電車あの新幹線出るとか。何かチェーン店の居酒屋の2人席みたいなとこ。そうそうそうハンコ室みたいなとこやろ。ハンコ室みたいなとこおるやんか。おるおるあれ確認してるから。それであのもう1人おるからそっちに言うて今乗ったんですけどこれって言って、なすぐあのすぐこんな端末でこうやって席こうやってあのこんなこんなやつでこう。あ自分から言うたらええんか。そう自分いいからすぐ 7と8の間に。で15社でってオープンで。はいオープンで。オープンで。はいなんですけど。はいはい分かりました。あの喫煙室近くで、ね、はい。じゃあいいですかチケット、はい、今ちゃうねんなこれベーベーベーってシューって通すねん、うん、チケットで遠征でこちらのお席なんでどうぞって言ってやってくれるから。なるほど。すぐそれいいからな。もう芸人でもいいねあれ。じゃあ大体どうやそれ取ってええやろとか言う、うん、そうやあかんねんで。そんなするからそういうこと言われんねん。こう釘刺されるようなこと。でももうそれ持ってるからええやん。じゃあええことないねんって。だからそこは指定の席で途中から乗ってくる可能性もあるからね。ほんで途中で乗ってきたら焦らなあかんやろ、まあ、そのあのわざとらしいことせなあかんやろ。そうだからこう乗ってて勝手に乗っててこう持って京都から人乗ってきたらすいませんこれ僕なんやけどここ。あっこれお前知ってたやろサッカーつけやって言って。そうねそれストレスあるわな、うん、そうだから俺はもうすぐ行く。そういう時はパーって入って。あどうぞオープン持ってたらさ、うん、そのなんかないの、そのこんだけ発達してんねんからさ、うん、14とか言うたらパンって出てけへんのこう無理やばそんなミッションインポッシブルみたいな。無理やってそんなもんまだ新幹線の無理無理。なんか携帯にこうやったらスッて出てくるとかないの、うん、だ携帯では取れるやん。あそこだけはほんままだそのいや携帯では取れんねんで。恐れええやん。そしたらええねん。だから俺はやっぱあの肌で鉄道員感じたいからあのその、 あの EX カードとか俺あんまり使えへんねん。あれ肌で感じたいから俺肌でEX カードやったらこの携帯からこう座席取れてで座席表も見れるしでここにピュンってこう置いたらこうねそこその席ってなでそのまま別に発見したかったら発見してもいいしそのままあのあるでしょ IC とかあるでしょ新幹線なんか切符拝見ももうしません言うてもうなくなったやんか。やってない今、うん、やってないけどちょっと疑い作業しに来るやろ。疑い作業ちゃうねんこうやってこうしに来るやん、うん、ほんであるけどってあるやんあれがってなんねん。なんでええやんか一応見回り巡回やから
一応やっぱ巡回せなあかんから車掌さんもな。あ、そう、うん、そう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 、なんかこうストレスフリーでいかねんかな。いかねんかなって別に大丈夫やで。なんかあじゃあなんかずっとこう下向いてこう車掌来たらこう何もしてへんのにドキドキしてるから、うん、する。俺みたいにこうってやらない、先向こうはこう来た、もう先手必勝みたいな。そう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 、いやそうそうそうって。7号車8号車行かれへん時はそうよ、勝手にこうあの座ってる時はこう車掌来たらこっちからももう、4つ席向こうぐらいで目を打たら手挙げてチケット見して、あほんならもうスーッて行ってくれるのか、うん、スーッと来てる。ほんでそんな嫌味も言わへんから。なんか帽子あったやろな。何帽子って。帽子に切符こうバーッてやってこうやってたもん、ほらそこ見てくれるやん。昔のお前一番のおっさんの帽子じゃないからここに番号書いてこんなつまんない。いやお前帽子かぶんの嫌やろそれ。いやいやいや、あの子でかぶとかなからこうやって。いやいや、だから電車の時だけこうなんか入れれるような、なんかこうできへんの。なんかこうスムーズにいかんのよね。ほんであのチケットもこう入れてる時に押してくる人とかおるやん。こう入れてる時にこう後ろ急いで、うん、自動改札ね、こう入れようと。なんで押すねん、なんで押すねん。あ、それもうない。そなんかトロトロしてるからやって。俺どっちかってグッと行く方やから。そう、入れてシュンシュンって出てきたとこ確認してから今度何を急いでんのかな思うよね。急いで乗り遅れそんなからちゃうもん。それ飛行機でもない、あれ。何タラップ降りて、うん、バス移動の時も急ぐ人おらん。バス乗って満タンになってからしか行かへんねんからなんであのタラップ急ぐねん、後ろでグッと押してきて。なんで押すんですかって言うたよ俺一回押してないよって言うから、いや押しましたよねって謝ってくださいよって俺言うたもん。そんな言うねや。そのおっさん乗る時も押しよって飛行機。いやいや、まあ高知空港で。あ、高知空港、高知龍馬空港。龍馬空港で何名前つけんねやろな、みんな宮崎ブーケンビリア空港で。もうブーケンビリアが覚えられへんのね。コナン空港。コナン空港、それどこだ。コナン空港って鳥取。鳥取。え、コナンなん鳥取。コナンやね。嘘つけ、ほんまやって。コナン空港ってやろ、コナン、うん、名探偵コナン。え、関係あんの鳥取に。そのあの作者の人。作者の人は。あ、そうなんや、うん、関係あれやろな。いえ、まあまあその出雲縁結び空港。そう、縁結び。いらんのにな、縁結びが。別に出雲大社あるから。うんうんうん、いやせえねんけど、別に無理からつけんじゃねえかなっていう多いやんか、空港とか。あ、縄がーってなったやつでしょ、うん、分かってるよそら、ね、縁結びやからね、うん、ストレスフリーで行きたいよね、うん、中垣さんのお二人は自転車乗りますか。乗りますよ。どんな種類の自転車好きですか。おい、充電のあのほら。あ、乗ってるの。そんな、うん、え、街中で乗れるやつ、あれ勝手に乗ってるの。勝手に乗ってるっていうか街中で乗る。あるやんか最近自転車。ああ、もうレンタサイクルみたいな。じゃなくて、じゃなくて。え、電動付き自転車乗ってるの。電動付き、電動、うん、アシスト、うん、アシスト付き、うん、あ、乗ってんねん。俺たまにすごいのない。あ、ちょっと自転車のルール教えて。俺最近もう全然ここ十何年乗ってないか分かんないんだけど、あれ歩道分かんのか今。基本分かんねんけどな。車道の一番端っこで自転車のこんなマークあるから、そこはほんまはそこやねん。そこもずっと走ってなあかんねん、うん、ほん、いや怖いね。もう自転車のルール分からんから、もう自転車よう乗らんねん、分からへんの。ほんまに乗りたいなーと思う時あるけど、乗りたいなーって言わんでええやん別に気持ち出さんで、いや乗りたいなーって伝わるから乗りたいなーって思うのよそれ書いておかなあかんねん、乗りたいなーって言って、いちいち伸ばすおっさんね、うん、とかね、こう書いてた方がええわな。食べたいなあれこの間行ったのかな、うん、あのサザエ食べたいな何を伸ばすやつやね伸ばしてる途中に出てくる思ってるのかなサザエが自分の食べたいのが。だ大阪だけやのね、その言い方も、うん、せやね、こういうね細かいニュアンスが、ね、そうですよ。食べたいな、食べた。あ、自転車な、うんうん、あれ乗ったら、あのもうサイクリングというか何、あのほらたまに走ってない、もうスピードで自転車走る、ヘルメットかぶってこうきちっとした服着て、うん、着てる、うん、あの安田大サーカスの団長が乗ってるような自転車でしょ。そうそうそう、ああいうの乗ればどうすんの。あんなんで現場来たら、現場行ったんや現場ヘルメット一時かぶってんのよ、こんなヘルメット。そうや、ヘルメット、こんなヘルメット、そうなんかこうちょっと尖ったやつな、ね
でここに水置いてから、ここに水カパッとはめて、カパッとはめて、うん、で信号待ちの時にこうやって飲んでか。じゃあ自転車のルールってあんま変わってへん、変わってないか、あんまり、うん、そうやねんな、うん、鍵は未だにシャッてああいうやつ、あの鍵、あの鍵やけど便利、早いですよ、電動はもう軽いよ、軽い、うん、何してんねやろ思う時あるね、窓に映った自転車漕いでる姿見るとでもキーって信号で止まってパッて見たらたまにガラスに自分映ってんねんけど何してんこれケルケルケル言って次進みやすいように一回ちょっとこの上げといて、上げといてね、ぐっと踏み込めるようにね、何してんねやろ思うね、あれ、まあまあね、うん、何してんねやろって思う瞬間はあるわな、なんかシャンプーしてる時とかない？カワワワーなんて、うん、なんで見るんやろうと思うの、鏡こうやって、うん、あるな、あるこうやってあるある、うん、俺ずっと最近子供をこうお風呂入れてる時に自分見てこれ何してんのこれいや何してんねんって何してんのこれ何してんねんって風呂入れたってん、いや風呂入れたってんねんけどやな、うん別にこっか洗えんねやったらな、ああ取れたないう感じするけど、まだほら6ヶ月やからそんなガッコすられへんから、そらそうよ、ちょっとこう泡の石鹸つけてこう頭ふやーってやるこうやってて、うん、頭、いやそれは別におかしないよ、見て何よこれ何してんってある手に、いやなんか思うねそうやって、自転車言うてんの俺、自転車こいでる姿だからそれな、何してんねやろなっていうの多いやんか、自分で鼻毛抜いてるとこ見てる時とかね、何してんねやろこれ思って、うん、あと車洗ってる時とか、ああ何してんねや思うわ、ホイールんとここんなちっちゃいブラシで顔いないやんか、いつも顔もう鼻水垂れてあれはあのセルフのガソリンスタンドの時はこうあの静電気のやつ、静電気除去シートにいやそこがええねん触ってと思う時あるけど自分であの黒い丸いやつな、あれはこう触りゃええねんけど、そこ もう警戒してもとこでも全部なんかこんな動きになってるやんゴロー言ってほんでこっち開けたら蓋開けるの忘れてて、あー言って持ったままここ開けるの忘れてて、もう逆回してなんかずっと回ってんねん一緒このあちゃうわ、はい、パキン、あ、取れたんちゃうから、あ、ちゃう、開いた、言うて入れてゴンゴンで、うまいこといかんやろ、角度がなんか入ってんのか入ってんのかずっと疑いながら、なんかペラペラペラ、ガソリンのメーターまだ第一段階ちゃうかと思って、まだなんかこうそうそう先っちょが入ってんねんけど、ええかなグッと押して、ガーッと持っていかれるやろ、あれって手持っていかれるやろ、終わる時怖ない、カンって怖い、あれ怖い、だから俺ザクッと見てる、あれゴン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 ずっとビクビクしてんねん、あれは何してんのかなと思う自分でずっとビクビクしてんねん、セルフやろこうなって、ほんでこうなったタレイン料理やろ、こうそーっと爆発する直後のこの手いらんねん、ほんでこうやる時のこの手ついたあかんしな、ついたあかんねん、ガシャガシャあれゴンブルーンでここからレシートがビューッて出てきて、言うてこんなあるわ、そうそう、もう財布ここに挟んでな、そう挟んで、そうやって、そうそうバーンって財布落としてね、そうそうそう、はあ、あったかい、でも下ビチョビチョの時あるから気ぃつけないか、確かにあれは、ね、せやね、やめんどくさいね、あれはい、そろそろ終わります、終わるか、はい、もう、はい、25分はい、皆さん お付き合いいただきまして、どれぐらいの方が見ていただいたんでしょうか、1万7000、ありがとうございます、もう本当にありがとうございます、すいませんね、うん、あと4分ぐらいあるで、え、なんか知らん1時間半って決めてるけど、このスタイルどうや、いやこれなあ、ちょっとあれやろ、あれっぽいやろ、ちょっと痛、あ、ごめん、こういう出てんのやめた方がええんちゃう、何こういうのこうメーカー出てるのちょっと、それっぽいよ、そうやろ、うん、と思って、いや最後にそれのモノマネしようかな思って最後締めに行こうまあ何とは言わんよ別に何とは言わんけども瞬間
幹線に用おるよな。おるおるな。でこれであとすごいこう原色のあの眼鏡の縁のあのやんかこれ。ああ。これあのここだけが赤いとか、白いとか。あるね。あの相撲見てたあの鶴竜の付き人がずっとここフレームここ白いのつけとるな、あれ眼鏡かけとかって。まあ、ちょっとおしゃれ眼鏡。おしゃれ眼鏡かけてんだけど、そうそうこういうねこういう感じ。あとちなみにこれあの子供のミルクがこう。じゃあ取ってきいな。いやじゃあ気づかへんねんで知らんまねんが こうやってこう抱っこしてたらこう知らんまねんかどっかから出しとんねんこう。ハンバーグとかもうつけたらあかんでお前。えハンバーグとかもハンバーグとかこうつけたらあかんでここら辺とかに。何あれ気ぃつけな。俺この間あのハンバーグこれ何の音これ今頃入ったんや空調。俺この間あの焼肉屋のあのエプロンつけたまま外出てた堂々と歩いてた、ま、前もそんなん言うてなかった。なんかつけたまま出ていったみたいな。あ、じゃあそれは財布置いて携帯置いて靴の紐結んでそのまま出ていった。そうそうそう。あかんてそれこんな。いやほんまな、何女の人もよう聞かへん。たまにスカートがめくれ上がってたとか、めくれ上がったままあると あれほんまに気ぃつけなあかんわ。いやそれはあかんわ。それまた違う焼肉屋行くんちゃうかみたいな。はあいやいやないね。こんなところで、お付き合いいただきまして、ありがとうございました。まだあと2分あるわ。2分あるね。ほんまね、あの今日なんかもう漫才サミというのでね、ほんまやったら北海道苫小牧からちょっと帰って、楽しみにしてたんや俺ね。まあ本当にまたあのまた別の機会でね、 そっちはそっちで。まだこの配信も行きたいなって思ってたんやもん。 なーって言わんでいいかな、別にそれは伸ばさんで、ね、じゃあ次回どうされますか。もう やるんでしょ。お前お前大問題やぞお前。何がいいな、これ流れとんねんぞちゃんと。何やお前思い切ったお前絶対パンツにちょっとついてるやつやろそれ。ついてない、絶対ついてない、自信あるもん。パンってやつもうこれがあんなやったらもうダーンってえ映画にしとけよそれは。ついてへんて。あかんねんそれ、痛かったやろちょっと。痛いやつ。いやあんま痛ないやつ。熱いやつない、たまにあるよもう熱い。上に上がってくるやつ。そうちょっと上がる、あちょっと上がってんちゃうかな思って。はあ壊れてきたんでこれにて終了。そうですね、また、次の機会にお会いしましょう、はい、ありがとうございました。